父がね一番勝ちたかったレースはダービーだったっていうのは母親から聞いてましたしただやっぱり人気馬に乗ってもなかなか思うような結果出せない勝てると思ってたエピファネイアのレースはねやっぱり自分のがうまく乗れなかったことでこう落としてしまったりとかありましたんでねやっぱそのダービーに対する思いっていうのはエピファネイア本当にあとちょっとでしたもんね。 そうですねやっぱコントロールしきれなかったんで自分が、まあ、今ならばっていうの思いは当然ありますけども、うん、やはり当時はやっぱり技術が至らずにまあ本当にもう人生で一番悔しい経験思いをし,、ま、したレースでしたね。